白川における太閤橋から名護橋間の通称緑の区間は、樹木が両岸に繁茂し、画面に映し出される樹木や竜田山などと相まった緑豊かな景観や公園を有しており、長年熊本市民から親しまれる場所になっています。しかし、当該箇所は上下流に比べ堤防高が低く、治水安全度が低いため、堤防のかさ上げを整備していく必要があります。整備にあたっては、住民の方々の意見を伺いながら実施していきたいと考えており、今回この説明資料を見ていただき、ご意見等ありましたら投稿いただければと思います。白川緑の区間の堤防かさ上げによる河川整備を実施するにあたり、維持管理、景観、利活用等に資する住民意見を反映した整備計画の検討を行うことを目的として、令和3年4月に白川緑の区間整備検討会を立ち上げました。白川緑の区間整備検討会は、沿線自治会、白川校区、石台校区、浄土校区の地元代表者、河川利用関係者、有識者等から構成されています。これまで4月16日と7月28日に計2回開催し、議論した内容を取りまとめたものが白川緑の区間整備草案です。緑の区間整備草案の現在まで及び今後の検討スケジュールにつきましては、令和3年3月23日に白川緑の区間整備検討会準備会を設立し、その中で検討内容や規約、整備草案の提示確認を行い、その後、4月16日および7月28日の2回の白川緑の区間整備検討会を経て、整備コンセプト案や整備草案の検討確認を行いました。今後は沿線自治会でのワークショップや、今回この動画での意見聴取、現場での整備概要掲示により意見を聴取し、いただいた意見を反映した整備計画案を10月下旬に第3回白川緑の区間整備検討会にて検討し、12月下旬に緑の区間整備計画を策定するスケジュールとなっております。なお、このスケジュールにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から変更となることもあります。緑の区間の川幅は、平成27年に完了した河川整備により広くなったものの、堤防の高さが上下流区間に比べて低いため、治水安全度が低い状態となっています。今回、緑の区間の堤防を約1から1.6メートル、平均で約1.3メートルかさ上げし、上下流区間と同程度の高さにする整備を実施します。堤防のみをかさ上げすると、川への眺望の阻害や町と川の空間の分断が懸念されるため、堤防沿いの通路も一体的にかさ上げすることを想定しています。堤防沿いの通路のかさ上げ高は、川への眺望等を踏まえて場所ごとに検討します。緑の区間は、樹木が両岸に繁茂し、画面に映し出される樹木や竜田山などと相まった緑豊かな景観や公園を有しており、長年熊本市民から親しまれる場所になっています。日常的には地域住民の皆さんによる散歩や休憩で利用され、白川夜市や水ベリングなどのイベント時には多くの人でにぎわいを見せており、地域にとってなくてはならない場所になっています。続いて、堤防かさ上げの整備コンセプト案について説明します。現在の緑の区間は、下に書かれている基本テーマ、森の都熊本のシンボルとして市民に親しまれる水と緑の拠点づくりと、それを実現するために設定した3つの基本方針、現在の景観を生かした将来の景観づくり、緑の拠点としてふさわしい場所とするための植栽計画、浸水性に配慮した水辺空間に沿って整備しました。こういった現在の緑の区間の整備コンセプトを踏まえつつ、整備検討会での意見をもとに、今回の堤防かさ上げに向けた整備コンセプトを設定しました。こちらが第1回整備検討会にていただいた意見です。主な意見としては、城東工区からはアクセス面、安全性及び防犯性、維持管理、見え方、
治水、防災、川とのつながりについての意見が。協議会作業部会からは、アクセス面、イベント利用、圧迫感、遮蔽感、既存の樹木について、周辺との一体整備についての意見が。白川石材工区からは、アクセス面、維持管理、防災、周辺との一体整備、パラペット等のデザインについての意見がありました。先ほどの第1回整備検討会での緑の区間整備に対する意見を集約、整理したものを、下に書かれている5つの基本方針案。1、今ある景観の継承。2、川とのつながりの保全。3、周辺との一体整備。4、安全性、防犯性の確保。5、地域による利活用、運用とし、それらを包括するような基本テーマ案。町と川のつながりを感じられる安心安全な水と緑の拠点の保全、創出に向けて、あらゆる関係者が一体となって取り組み、さらなる地域防災力の向上を目指すを設定し、堤防かさ上げのコンセプト案としました。このコンセプト案は第2回整備検討会で承認をいただいています。以降から示す整備素案は、この整備コンセプト案を踏まえて検討しました。こちらは現在の緑の区間の整備コンセプトからの今後の堤防かさ上げの整備コンセプト案のつながりを示しています。今後の整備コンセプト案は、現在の整備コンセプト案を踏襲しつつ、整備検討会にて新たに出た意見をもとに設定しています。